今日は午後の3時から何を食べるかって言ったら、もう食べる前提で話は進めていくんやけど、今日はね何を食べるかって言ったら、見えとるかな、今日ママが韓国の寒天食っていうやつを食べてみたいなっていう話になって、自分は何回か食べたことあるんやけど、寒天食を今日はママは初体験ね、したいということで、今日は韓国の寒天食を食べに行きたいと思いました。これで今日はどこの寒天食をお伝えするかって言ったら、本殿にあるところ、本殿のね相当ねもう中心すぎて、えっあっとんっていうぐらい本当にクラブ通りの近くで、もう絶対ここはね来やすいと思うけん、しかもコネストとかで調べたら日本人の人でも結構来れるとこやったし、一人の人でも来れるようになんかカウンター席とかあるんやって、やけん韓国旅行一人で来るよっていう人にも全然行けるけん、今日はここ食べていきたいと思います。ここ着いたんやけど、本当にね本殿の中心街、中心街すぎてちょっとビビった。本当ここ行きやすい。これプニョエパプさん、入ってみよう。入っていこうか。入ってったら、うわ鏡になってる、鏡になってる。この左どんなんなんやろ。入ったらメニューがこんなになってんやけど、え安ない？800円とか700円とかよ。肉のじゃけん定食が800円とかやろ。言ったら日本語のメニュー持ってきてくれて、あこれええね、日本人の人にここから選んでやるらしいんやけど、何しようかな。ソッサも美味しそうやね。ポッサムとサバも美味しそう、これも美味しそう、全部美味しそうじゃない？これがなんか相当辛いやつ。タコじゃ辛いのはちょっと汗かくけんやめて。メニュー頼んだんやけど、ポッサムの900円のやつと、あとなんか豚肉炒めチェユなんちゃらっていうやつを頼んで、早速おかずきとんやって。ちょっともうこれは頼んでないけどメニュー来て、 おかずの量半端ないよね。てかね、ご飯がねここねかなり無料らしいわ。コギチャプチェ、これだけでもご飯全部いけるよ本当に。で今まだ定食来てないんやけど、このクオリティーやばくない？落ちそうやん普通に。寒天食マジでね野菜が多いわ。ご飯食べるってだって日本でこんなに野菜取らんと思うので。汁物来た、ヘンジャンチギやけん相当味噌の匂いする。あ鼻の穴焼けるんか思った。やばい、光飛びしてるね。ポッサも光飛びしてる。やばない？これにあれやろ、豚肉が来るんやろ。やば。匂いやばい、匂い。なんか葉っぱとかもついてるけん。早速来たけんでも食べていくんやけど。いただきます。汁物からいただくかいね。美味しい。しみる。あったまる。これで1800円だろ、やばない？結構ある、7品ずつ来てるけん結構ある。これ主人公いただくからね、これなんていう玉ねぎ、絶対おいしいやん。ごちそうやん、ごちそう。うん、辛すぎず美味しい。すごい。あとで辛さが襲ってくるんやけど、でもそこまで辛くなってない。美味しいわ。日本でこんな900円で定食って食べれんことない。ポッサムいただいてみる。はい。絶対美味しいやん、こんなキム口に入れなくても美味しいな。ポッサムめっちゃ柔らかいわ。キムチ、ここのキムチ全然辛くない。おいしい。これさ、日本の料理ではあんまり見んと思うんやけど、韓国の料理、テンジャンチゲとか絶対入ってる。これなんかズッキーニの友達、まあ、ズッキーニ系列だと思うんやけど、おいしいわ。
이거 얼마 안 했어요? これがおかわりできるのがやっぱ うまいね。おかわりが可能やけんさ、食べ応え半端ない。これピリ辛や、ピリ辛なんかごちそうすぎて何食べていいかわからなくなるよね、こうやって。カニや、 カニが 入ってる。 美味しい。 카모 아니야? 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 카모 Wi-Fi あるわ。旅行の時とかって Wi-Fi なかったら結構あるやん。Wi-Fi あそこの上書いとるけん、パスワード入れたら使える。ご飯めっちゃ進む。これ相当ご飯進む、やばい。ご飯めっちゃ進む。 떡볶이 아마메노 타레가나. 맛있어야. 아, 나물가 진짜 맛있지. フンの上でね、こうやって最近なんで定食作るのも本当よ。チャプチェおかわりしてきたんやけど、チャプチェのね、弾力というかテカリ具合、ファンデーション塗りすぎたぐらいテカったんやけど、もちもちしとって美味しいわ。なんか日本のチャプチェとはちょっと違うよね。 一人のお客さんもおるわ。やっぱ一人でも来やすいね。なんか鑑定食ってなんていう、キリッとしとるというか、結構雰囲気がいいところが多いんやけど、ここはね鑑定食の割に、鑑定食の割にっていいから、結構カップルの方も多いし、友達同士で来て、こう喋る系でも全然いいし、しかも値段もリーズナブルっていうかね、リーズナブルっていう初めて日本語使ったんやけど、リーズナブルやし、 Wi-Fi もあるし、Wi-Fi があるって結構大事や。なんかインスタとかできるやんか。あー、なんか誰かいいねしてくれたんだろうか、ジドラゴンインスタ上げてられたろうかとかさ、 ジドラが除隊したけん、最近インスタどんどん上げるやんか。そういうのもいっぱい確認できるけん、今日いっぱい食べたんやけど美味しかった。これ残ったんやけど、後でゆっくり食べたいと思います。もし本できたら相当中心街のとこやけん、また詳しいことは概要欄のしとくけん、住所とか見てぜひ見てみてください。以上、大神くるでした。